正直今の海流強すぎない。に対する一般トレーナーたちの反応。羽ばたく神やサーフ号へのヘイトの声もよく聞くけど、とりわけ海流へのヘイトがすごかった気がする。キャラ人気ではなく対戦的な意味で。羽ばかみサーフは絡め手のある方でも通常のアタッカー型と対処法がそこまで変わらないというのがある。それに比べてこいつはハチマキ、リュウマイ、渦あんことでどれでも対処法が変わる上に、マルスケ×テラスが凶悪すぎるんだ。あと SV 新規なのかエアプなのかは知らないけど、過去の海流を知らなそうな声が本当に多い。マルスケナーフとか新速没収とか過去作知ってたらまず出てこないような暴言ばっかり見る。昔なんてヌメルゴンよりハマして井戸の600族の不遇枠だったもんな。バンギラスがテラスタルと相性が悪いように新システムとの相性が良かった結果での飛躍なんだから、今くらい栄光を手にしてもいいのに。なんだよ新速でも不十分、マルスケでようやく戦えるようになったんだから今くらい暴れさせてやれ。そもそもマルスケもらってるのがそれなしじゃ話にならないってゲイフリに判断された証拠でもある。4世代までの海流派真面目に原種ヌメルゴンに鼻で笑われる勢いで弱かった。新速はともかくマルスケは剣盾でも金殿解禁前は結構暴れてたし、割と黄色信号でしょ。それも大魔っていう外付けシステムと噛み合ってただけじゃないか。マルスケ海流自体がそんなに強いならメガマンダがめっちゃくちゃ強かったことを踏まえても、それともっと競合できててもよかったのに。実際はもはや上位互換とさえ呼ばれるほど大差をつけられてた。つまりその程度なんだよ本来。耐久やタイプカバーできるから強いんであって、素の海流にマルスケなんてかわいそうだから一回行動させてやるかみたいなレベルだぞ。本当にヤバいの行動保証から来るタクの多さじゃないかな。アンコールとかもともとマルスケ込みでも一回動けるターンが増えたぐらいにしかなってないんだよ。 SV 以前で何ターンも粘るような耐久型が6に開拓されなかったのはそんなことができないから。全部マルスケテラスが悪い。歴代のトップメタも通った道、型が多すぎて対処しきれない。読み間違えたら半壊は今までのトップ層も同じだしな。そもそも対戦ゲームの強キャラの嫌われるのが当たり前だからな。半ば勲章みたいなもので、逆に言えば嫌われてない対して強くないとも受け取れる。アンコールが飛んでくるのが辛い。キャラパワーが強すぎる。強くなかったらトップメタにならん。型が多すぎる。型が少ないと簡単に対策されてトップメタにならん。何しても強すぎる。弱い型なんて流行らないから強い戦法しか目立たなくて当たり前。600族では元再不遇だけどマイナーと呼ぶにはスペック高いからマイナー使いからも相手にされないという。ボーマンダより耐久がある分火力と素早さが低いが、ボーマンダには威嚇があるので耐久も実質負けてるという。さらに公式がワダマンダをやらかしたため、重要な差別点である激鱗をボーマンダに渡してしまった。精神力なら威嚇無効ってなったのも最近だっけ。剣盾からやね。ランドやガブ対策に氷搭載だからメガマンダぐらい突き抜けてないとこのタイプきついんよな。素の性能はそこまで強くはないけど、マルスケが基礎能力強化、変更する系の追加システムと相性良すぎるし、今後もこういう追加システム出してくならナーフされてもおかしくはない性能ではあるよね。それだと今後そういうシステムを出さないとクソ雑魚になるし、そんな自分から方向性の首を絞める調整はしないだろ。ナーフ3倍化ではないし、よほどひどいナーフしなければクソ雑魚にはさすがにならないでしょ。なんでこいつにマルチスケールなんて与えたんだ。丸マルチスケールレベルの特性を与えないと話にならなかったから与えられた。なんだよなこいつ。昔からやってると冗談抜きに原種ヌメルゴンが優遇されてたように見えるレベルで不遇街道突き進んでた時代があったやつだからな。しかも10年以上。信じられないと思うなら海流を精神力でテラス縛ってシングルで使えば往年の弱さを多少再現できるから試してほしい。マジで引くほど弱いから。氷4倍弱点超消しにできるのがでかい。氷なんてドメジャーなサブウェポンだしな。昔はボーマンダやガブリアスに勝っている点は冷凍ビームとかの豊富な特殊技を覚えるくらいの認識だったけど、素早さで負けてるから先手打たれたらやられるし、耐えて反撃しても第4世代からは半減のみで耐えられたりと散々だった。マルスケなくてもダブルならテラスありきならそこそこいけそう。マルスケより精神力を採用してる海流少なくないし。そのダブルでもハチマキのマテラ以外の方が全然開拓されてないからシングルとは雲泥の差なんだよな。シングルで散々幅を利かせてるアンコールや電磁波での受けや妨害性能が一切期待されてないってことだし。まあテラスと相性が良すぎるがゆえのあれってやつだな。剣盾エースバーンみたいな。
ちなみに神速強化とマルチスケール入手タイミングが同じだから勘違いされがちだけど、こいつは神速は第2世代でいた後第4世代で再習得してたから元から持ってたもんだけど、神速なんて持ってるだけでは弱いまんまだったんだよな。マルスケもらえた瞬間傲慢だが露骨に減ってたっけ。特性がいかにポケモンへの人生を変えてしまうか。あれはサザンとか他にも強いので宝であって海流の影響と言われると、そもそも単品で見たら優先順位落ちるだけで、晴れパボーマンだと乾いたし、ダブルならトップクラスと一人だし。威嚇だから当たり前だけど、ボーマンだはもともと主戦場ダブルだよな。海流とはやってることだいぶ違う。今のダブルはドラゴン飛行の体制が評価される環境だから、ボーマンだも大会でかなり顔を出すようになったね。知ってる人は知ってるけど、マルチスケール習得直後に、この特性強いな、なら羽休めループするか。って当時から考案されたわけだけど、割と速攻で廃れたのは有名な話。つまりはこいつはテラスタルでも使わないとそんな羽休めループなんてできないって話なのよね。かつての海流がほぼ劣化ボーマンダだったのは知ってるし、神速もマルスケも全然持ってていいと思うけど、アンコールはなんで渡した。マルスケとの相性抜群すぎる上に電磁波という前使えて火力も耐久もある600族だぞ。ちなみにマルチスケールだけでは大した強みにはならないことが以前の環境でとっくに証明されてるポケモンでもある。だからこれを弱体化されたりすると途端に不遇に転落しかねない。テラス禁止ルールはいつやるのだろうか。確かにルギアですら覇権握ったってあんまり聞いたことない。あいつは怠慢だと普通にヤバいぐらい強いことも多いんだけど、出てこれるルールが大体ダブルルールなので日の目を見ないタイプ。ルギアは火力ゴミだし、近電環境は火力やばいし、特性無視できる特性と技に有力なの多いから活躍させるの厳しすぎるよ。伝説で明確に環境取ったって言えるのはザシアンぐらい。グラカイもトップ争いしてるだけで、完全に環境染めるほどの力はなかった。あとは独独没収か。これで相当マルスケの強度に信頼が置けるようになった。今思うとほぼ全てのポケモンが独独覚えられるのおかしな話だったな。その方がバランス取れてた気もするな。まあ電磁波は覚えるやつ減らしてほしいけど、電磁波も毒毒も両方誰かで構わず配られてた環境で、ヘイトが毒毒まさに喉元すぎればというやつ。過去作やってたか。毒毒は多かったけどそこまでヘイト測ってなかったぞ。低火力高耐久のお箱やマイナーの空いた技スペってくらいだし、昔からあったからな。電磁波が今ヘイト勝ってるのは強しポケが覚えるのと S ラインのインフレ、あとナーフされたとはいえ行動不能。マルスケはとにかく耐性があれば凶悪になるけど、持ってるやつが4倍弱点抱えてるせいでそこまで機能しない特性だと思う。まあ今の環境に初代ポケモンから許された技範囲と種族値がベストマッチして一番猛威を信じてるけど、あんこなければここまでヘイト溜まってなかったと思う。昔は不遇だったとか死ぬほどどうでもいい。今暴れてるのが問題なんだよ。だったら今ぐらい天下を取らせてやれ。どうせテラスなくなったらまたちょっと強めなだけのポケモンに戻るんだから。サンダーだってめちゃくちゃ凋落したからな。サンダーなんて剣盾から一切何一つ失ってないのに、ダイマがなくなっただけでこの通りだからな。海流に直接調整する必要は絶対にないとはっきり言える。変幻自在の月光画がダイマックスアルガラルで金だったんだから、海流も SV で金でよかった気がする。これ以上海流にとって相性のいいシステム出てこないだろうしな。今のうちだけでも世代内での技没収なんてしないんだろうなぁと。海流から奪うべきものは神速でもマルスケでもなく電磁波とアンコールだわ。ダブルウィングさん、バンギラスもテラスタルとは相性が悪いだけで使用率減ってるしな。次の世代のシステム次第では復権するし、海流もアンコールは没収されるだろう。神速とマルスケの弱体化はなしね。それよりシングルのバンギはダイマと相性良すぎただけで、ダイマないとシングルならこんなもんだと思う。シングルなら特殊に強い悪タイプとしてはディンルーも出てきちゃったしな。ぶっちゃけずっと輝いてるやつじゃなくて世代によって超強くなるやつがいるみたいなの見せられると、次世代どんななるんだろうって楽しみになるわ。もしかしたら他のポケモンも似たような感じになるかもしれん。シーズン1とかいう海流の強さがまだふわっとしか認知されてなかった時代。シーズン1終わってからタイプと種族値と技範囲のバランスの重要さを思い知らされたよな。昔から持っていたのに神速やマルスケの没収や弱体化はないわ。アンコールは没収されても構わんけど、海流の代名詞になっている2つはそのままにしてくれ。
必要ないったって現に台まで暴れた S バは特性お仕置き食らったんだからゲー振りがマルスケ一回だけにしよう、みたいなことするのはあり得る気がする。それは最悪の例として二度と繰り返させるべきじゃない調整の内容からして S バとついでにゲコがここまで参拝になり下がるとは明らかに想定してないし初出が台まとセットだったから S バの自力を見誤ったとしか思えない。その前に月光画の変幻自在で暴れ回ってたからだぞ。タイプが変わる凶悪様々だと見せてたからな。あれは変幻自在とタイプ変わるテラスの兼ね合いだと思うわ。変幻自在そのものを問題視するならシングルの月光画の時点で相当暴れてたんだし SV から調整入るのも不自然。次回作以降で元の仕様に戻ったらそう考えられるけど今のところなんとも言えないよな。ていうかクレセリアの種族チモだけど一度弱体化したものをまた戻してくれるかどうかが非常に不安。これを機にゲーフリにアンコールは姉に配ってはいけない技って認識してほしいね。てか技マシン消せ電磁波は伝説から没収してるあたりすでに認識してそうだが。いやそもそも変化技と不一致技をばらまきすぎやねん。まあ今は不一致ジュエル Z とかないからいいけどさ。いやそんなのされてもギリギリあるみたいなしょうもないしつまらない性能のポケモンになるだけだしそこは渋るな。限度あるんだよ。だから毒毒や電磁波は渋られたし状態異常の見直しも入った。まあクレセリアがテラスタル紅葉で弱体化されたし、海流のマルスケも4倍弱点で釣り合い取ってたからそれを打ち消すテラスタルが来るなら調整するべきではあった。クレセリアはテラスだけでなく三日月の祈りの分の下方ダブルだと総合ではクレセリアはアッパーされてる。まあ味方のいないシングルではバリューの低い技だからテラスの恩恵ある側とはいえマイナスか。そもそも海流の電磁波って初代から一貫してレベル技なんですが、ラッキーの小作なるが小得たからあまり棒れすぎてると没収の可能性派大にあるぞ。海流の場合はテラス内環境だと電磁波打ってる余裕がなかったから没収されるかは怪しいところラッキーみたいにいつでも吸ってたら別だけどそうじゃないし。だから電磁波が絞られたとしても海流波覚えるような数少ない自力習得者だし。今の環境で規制するならあんこだけどテラスとなくなる次世代は今のままでもいいよな。弱体化あるとしてもあんことかそこら辺の補助技消去ぐらいだろというか技の豊富さと種族値、特性にテラスが噛み合った結果だし自作じゃそこまで押し置きされても困る。技範囲に種族値に特性、っていうかアンコール以外のほぼ全てが昔から持ってたものなのにトップメタになれなかったわけだしな。技範囲を活かす余裕がなく上から弱点でぶん殴られて死んでたりいろんな要因で丸助潰しれて処理されてたりばかりでせいぜい一発切り返して迅速で追撃&最後っぺが関の山だった。テラスタルなくなるだけで大体の補助技打ってる暇がなくなるポケモンなのは歴史を見てれば割と明らかだが本作から入ったのか憎さが先行しすぎてるのかデラースかいうやつが増えたなとは本気で思う。もしもテラス以上に噛み合うシステム来たらガチのバランスブレーカーになってしまうな。アンコールに関してはダウンロードコンテンツ来る前でも暴れまくってたのになぜ元から覚えてない環境トップに入れたのかって開発側のさじ加減の問題だしな。理由は単純明快でこれまでの海流派環境トップなんかじゃなかったんだよ。特に6、7世代は明確に冬の時代だったし8世代はダイジェットがやたら強かったから海流自身の強さを測りにくかったしアンコールも付け足さないと足りないと判断してもおかしくない。ザシアンのナーフはまあまあ順当もっと早くやってくれとかザマゼンタ巻き込むなってのはある。海王がトグラードンその世代の強い方がメタられまくって逆の方が優勝する奴ら。単体性能が高いとされる方が逆に優勝を逃すジンクスが地味に好き。通常環境ではグラードンが勝って原始環境では海王が勝った。海流派ナーフされるされないはともかくナーフされなくても驚かないけどナーフされても驚かないくらいには最近やらかしすぎてる枠だよね。アンコール覚えるポケモンリスト見てると伝説以外の600族に容易に覚えさせるものじゃないなと思った。グラ界でトップ争いレベルなら剣盾でもイベルタルとか海王画とか使用率高かったろ。剣盾近伝環境以外で伝説使う環境が一般的じゃないから目立たんかっただけで第3世代海王画第6世代原始グラードンあたりはザシアン笑えんわ。ザシアンもダイマと相性良くて周りがインフレしてないだけだしな。海流に近いか。今作戦闘民族ばっかりじゃなかったっけ。そもそも剣盾以外じゃスペレカ大会かオフ会の一部程度しか伝説環境対戦ないから環境染め上げる以前に環境がないんだよね。開拓全然進んでないからなんとも言えん。今回パラドックスはじめ、高種族地で配分も無駄なしで特性も強い奴ら多すぎる。近伝1位が環境染め上げてるんならそれこそ昔の海王がやわエースのグラードンもじゃ。
ザシアンだってクロバドカイオーガイベルタルとか対抗馬はいたし、正直海流波獣世代でテラスタルがなくなるならこのままでいい。テラスとかを抜きにした単体性能で見るともっとナーフするべきやべえやつがいくらでもおるじゃろ。次回作からアンコールだけ没収してくれればいいわ。ダブルって羽ばたく神がぶっ壊れバランスブレーカーなのかな。羽ばかみはバランスや環境を壊してるというよりどこにでも入っていける汎用アタッカーという面で壊れてるやつ、環境を壊してるという面ならウーラオス守る貫通で確定急所で壁も威嚇も無視してくるのはやばい。アローは単純にタイプ格差がひどいことになるって意味で不健全だからナーフされたんだろうが、モスすら相方見つけるまで県外行きはダメだ。おい待て、こいつらが解禁されたらどうなっちまうんだ。テラパゴスはテラスタルで自由に受けれることを重く見て種族値が控えめるなぁ。アラはパオジアンの玉噛み砕くで H ブリがワンパン悪ゴースト大進撃のスブだとテラスタル切らないとファンが込みでぶっ飛ばされかねないのでるなぁ。アラにテラス前提で動くか、天敵は早めに潰すかで動きが縛られそう。ルギア博多やブリが効くのでオガポが8割吹っ飛ばすし、一種竜が刺さるから圧倒的にはならないかと。変幻自在と疾風の翼はナーフされるべきだわ。全然健全じゃないし、ギミックで強くなってるわけでもないし、ただナーフされすぎだ、加減しろバカと言われたら何も言い返せない。ハバカミだってメガガルーラほどじゃないからな。海流ハバカミより弱い金殿も結構いそうだよな。今の環境に金殿1匹だけ投入したらクロバド海王が当たりは使用率1位取れそうだけど、通常キュレムギラテナオリジンレッグーザミュウツーヘンリは5位以内いけるかなーくらいになりそう。種族値高いと言っても6世代より前の伝説は大抵余計なところにも裂かれてるのばっかだからな。キュレムとかわざわざ使うの縛りみたいなもんだし、マジで。合計600の通常キュレムのハードルを上げるのはやめて差し上げろ。種族値660だからなんだってんだって話だけどね。通常キュレムは通常ネクロズマやオーラブレイクジガルデみたいなもので考慮するのが性格悪いぐらい考慮に値しない、明らかに豪体が前提だし。安定してつららばりできるブラックキュレムは前作より強そう。キュレム5位以内はさすがに無理では。通常キュレムは良くてセグレイブくらいの順位じゃないか。余裕で県外では、ブラックホワイトならともかく通常だぜ。さすがに一般ポケしかいない1体だけ混ざるなら種族値でゴリ押せる部分はあるから。さすがに県内ではあると思うけど自分は使わないかな。通常キュレムの何が悲惨かって専用技の凍える世界がキュレムダブルの凍える風に火力で負けるところ。クソみたいな体勢なんだよな。とりあえずレッグーザは一般戦で A150 からのマテラ剣舞侵速してくるバケモンが爆誕するが、技とか種族値とか特性考えたらセグレイブの方が使用率高いとか普通にありえそう。ミュウツーはテラスの恩恵でかそう。剣盾の衣も耐久型ミュウツーが結果残したみたいだし SV 環境は追い風だろうね。ネクロズマ厳しそうだな。無ブリ羽ばたく神をプリズムレーザーでも C 特化でやっと乱数 30% で一撃って感じだわ。基本的に不利対面だな。というか680度もはテラスの恩恵でかすぎるから大概のやつは結果残すだろうな。まあ6世代でも大体の伝説よりガルーラの方が強かったし珍しいことでもない。ミュウツー使ってるとハチマキパオジアンとメガネ羽ばたく神に常に怯えそうで嫌だなぁ。逆に怯えるのそいつらだけなら構築は考えやすそうだな。メガネ羽ばたく神相手なら上取れるわけだし、仮に落とされても相手に大ダメージ確定できてる、なんなら落とせてる可能性もある。パオジアンに関してもハチマキなら上取れてるわけだし、めちゃくちゃダメージ与えれる。こっちもなんなら落とせてる可能性ある。金縛りか身代わりでも入れとけば逆に潰せるからむしろ対応できる方だと思うぞ。誰一人かばってくれないギラテナかわいそう。電気テラスで弱点内満になればいいんじゃね、適当。さすがに競合する伝説なかったらギラテナみんな使うだろ。 H150BD100 は120は伊達じゃない。確実に使う。凍える世界6595。ダブル前提すぎる。せめて命中100にならなかったのか。ラケオスのラスパがテコ入れされたんだから凍える世界も9万、100か10万、100でよくない、と思わなくもない。さすがにそこまでするとダブルがやばい。というか一般的に高耐久と言われるラインでも HBD100 あたりからだからな。なんだかんだ合計種族値680は雑に割り振られても強いよ。近伝の中で耐久低めなレッグーザですらラグラージより硬いからな。マルスケルギアの硬さやばそう。ハチマキラムパルドなら一撃だぞ。テラスタルで弱点消されてもこっちも岩テラスタルすれば約 69% で一撃だ。
逆にこれでも H ブリルギア乱数なんだよな。違うは型破りだから防御特化でも一撃か。イエスルギア側 HB 特化前提。キラテナとか耐久お化けすぎて H か D に多少振るだけで C 特化メガネ幅紙のシャドボ耐えるからな。無ブリでも 25% の乱数でしか落ちない。そしてギラティナ側は無ブリ幅紙をシャドウクローですら H 振りまで確定1発。まあこれは紙がやわすぎるだけだが。問題は控えめ無ブリ道具なしルギアでさえ先生並乗り程度の威力でラムパルド落ちるんだよな。ラムパルドを使うんだ。オーロラベールとトリルを貼れ。ミュウツーでも伝説の中じゃ低耐久だからな。根本的に格が違う。まあロマン砲なのはわかるよ。壁とトリル貼った上でラムパルド倒すのが難しいこともわかるよ。月食ネクロってどうなんだろう。クロバド、ルナーラに食われてたからダメなだけでこの条件なら十分強いのか。やっぱり種族地の暴力は怖いな。680なんてよっぽど無駄に振らない限りどうやっても強いからね。それこそろくな技がないくせに耐久ぶりしてるギラテナとかザマゼンタくらいじゃね。きついのって。初代600族なんだ。弱いわけがないのだ。600族はなんだかんだ強いんだなってとある人の対戦動画で見た。精神力粉海竜とかいう変態好き。型が多いと言われてたけど、8割型のオマルテラス神速だったイメージだわ。統計で見るとそうなんだろうけど実際の対戦で、テンプレ型じゃない、と異様をつかれる人間は見込みが裏切られた時ほど強く記憶に残るので、変速型が多いと思い込んでしまう。基本のマテラ神速だけどその中で分岐してたよな。ユーマイモチか羽休め型かアンコールエリカスケ処刑か、ハチマキ5つ目ダイス食べ残しどれ持ってるかとか、とりあえず神速とアンコは入ってるものとして考えたらだいぶところにできるようになったと思う。まあメインが目立ってこその裏が生きるのもあるから。最近は5つ目持ったヤスラ電磁波羽休めアンコールとかいうクソゲー仕掛けてくるやつも多いイメージ。4世代まではほんとひどくて5世代の頃にマルスケデブというあだ名ができた。本でその後メガガルとかでまた落ちてテラスタルで復権した弱い時期を知ってるとまあ、活躍できてるのは多めに見れるかな。マルスケ内海流とかマジで参拝だからしょうがない。相手がドラゴン対策の氷技やフェアリー技打ち込んでくるのに精神力とかなんの役にも立たないしな。せいぜいダブルなら猫玉や岩なだれすかせるからあやなー程度だし。程度は違えど王道パターンが強すぎるプラスそれなりに硬いプラス全部カバーしきれるポケモンと型がほぼ存在しないレベルでやれることが多いとメガガルが持ってた要素を全部抑えてるからね。かわいそうなキュレム、ひとえにてめえが弱いせいだが。マルスケ削り用の猫騙しが精神力で崩壊した時は笑うしかない。特性のどれかにマルチスケールがあるという情報そのものが強い。初代から登場しててようやく環境トップなんだから許してあげよう。テラスなくなったら消える運命だし。テラス消えてもトップからまあまあ強いポジになるだけだと思う。マルスケ獲得した時点で完全には消えない。世代の頃もだいぶ強かったよ。フェアリーがなかったのと、マルスケで氷も余裕持って耐えてまったり、羽休め耐久とか、神速とかでだいぶ厄介だった。ポケカテって特にみんな分かりきってることをドヤ顔で語るやつ多い気がする。ふむ、海流に対抗するためガブリアスにギアチェンジと神速アンコールを配ってみてはいかがかな。昔の海流派波動でもいいんだわ。今の海流の話視点だから引っ込んでろ。後半海流どうでも良くなってて草ぶっちゃけ一番強いのが海流なら全然いいわ。二人が仮で殴りかかってくるカンガルー親子よりはるかにマシ。休んだり拍手したり静か電気でピリピリさせてくるムーミンもいや。もしダイマックスに補助技が通って、海流がアンコ覚えたら、剣盾でもトップメタだったと思うよ。マルスケ云々じゃなくて、S 操作と補助技に対する切り返し手段がなさすぎるし、持ち物や技による対策幅が狭すぎて強ポケしか対抗殺になり得ないのが、問題だと思う。なんなら高級ブランドとコラボしてるぞ。なんか SV 前の海流を大げさに弱く言うやついるよな。海流が弱かったのなんて十数年前の話だろ。どんだけ遡ってんだよ。昨日までのシーズンで最終4桁順位まで遊んだけど弱点保険飛行テラバとか電磁波エアスラとかイカサマダイススケショとかノーマルテラス神速とかは当たった。まあ全体王は無理だね。補助技をたくさん渡したのが間違い、型が多すぎる。渡るさんの切り札だぞ。これくらい持っていい。